こんにちは。8年にわたる内製とアウトソーシングのハイブリッド開発の現在、過去、未来のセッションを担当させていただきます。株式会社発光電機の西田と申します。よろしくお願いいたします。弊社は長野県千曲市にて創業80年を迎える産業用ヒーターの製造をメインとした加熱システムの会社になります。今回のセッションでは 内製とアウトソーシングのハイブリッド開発で三種の神器と呼んでいる紙・電話・ファックスが主体の業務プロセスをどのようにしてクラリスファイルメーカーでデジタル化を進めたのかをお伝えいたしますそれではアジェンダですまずは内製化の歴史です株式会社ライジングさんシステムコンサルティングの岩須さんが 2016年のファイルメーカーカンファレンスにて内製化とアウトソーシングのハイブリッド開発で小さく始めて大きく育てる超高速開発を実現というセッションを発表いただきましたその中で弊社の取り組みについてご紹介いただいていますその内容の振り返りと内製化のきっかけについて改めてお伝えしたいと思います 次はロードマップですファイルメーカーを開発プラットフォームとして採用し、どのようなシステムを開発して運用しているのか、また、その中で苦労した点などについて、弊社のターニングポイントになった6つのシステムをピックアップしてお伝えしたいと思います。 内政とアウトソーシングのハイブリッド開発での注意点などをお伝えしたいと思います続いて本セッションで想定しているターゲットの皆様についてお伝えします自社開発や内製化支援のサポートを受けて進めていきたいと思っている方昨今デジタルトランスフォーメーションや内製化というキーワードが盛んです弊社では 2014年から岩瀬さんにご協力いただき内製化を進めてきました内製化を検討している方や本当にできるのといった半信半疑の皆様に8年間の取り組みをお伝えできればと思っています次に製造業や医療機器業界などの複雑な工程を持っている業界の方ですシステムの予算がマッチしなかったりパッケージでは カバーしきれない業務領域が多い業界では、見合ったソリューションがなく、なかなかデジタル化が進まない現状もあるかと思います。ファイルメーカーをプラットフォームに採用し、小さく始めたシステムが、今では機関系システムとして成長しました。その利活用をお伝えできればと思います。そしてデジタル化にはつきもの、抵抗勢力です。今の業務を変えたくない、特に困ってないんです。 新しく導入するシステムって何ファイルメーカーって何ファイルメーカーの何がいいのライセンスって何本当にできるのなどなど過去に私が抵抗勢力の皆様方からさまざまなご意見をいただきながら当時困った時にどのように対応したのかについてお伝えできればと思います。それでは大成果の歴史についてお伝えいたします。 ここでは岩瀬さんに内製化支援をサポートいただくまでの経緯をお伝えいたします最初の内製化は2010年に出荷業務支援システムをマイクロソフトアクセスで開発したことでした手書きの伝票を廃止し送り状の出力を運送会社のシステムと連携しましたそして高い導入効果が得られたことで複数のシステムをアクセス・ PHP、MySQL で開発しましたしたかし通常業務と開発の二足のわらじでは時間に限りがあるためにより開発効率が良いプラットフォームを探し始めますそして2013年長野市で開催された iOS ビジネスセミナーでファイルメーカーと出会いましたファイルメーカーがあれば何でもできそうな気がすると思いそのセミナーの帰り道に ファイルメーカーカを購入しましたしたかし、ファイルメーカーで開発をスタートしましたが、開発効率や開発レベルの向上が必要だと痛感しました。2014年に岩須さんと出会ったことで、ファイルメーカーで強力に内製化が進みます。閉鎖の状況をご理解いただき、かつ、内製化というキーワードとともに、一緒にやっていきましょうと、力強いお言葉をいただきました。 そして内製化のスタートとして開発していただいたシステムが物流管理システムになります。こちらは2016年のファイルメーカーカンファレンスで岩瀬さんから発表いただきました。細かいシステム要件などはこちらの動画をぜひご覧ください。次にロードマップです。内製化を始めた2010年は汎用機の基幹システムと 30年前に導入されていた生産管理システムだけのシステム構成でしたそしてデジタル化に向けたファイルメーカーの導入は抵抗勢力との戦いでもありましたその状況から今ではファイルメーカーでさまざまなシステムを構築し機関系システムに成長できたことをお伝えいたしますそれでは弊社がファイルメーカーで開発するようになってから ターニングポイントになった6つのシステムをご紹介いたします。はじめに全容を把握いただくためにこの年表を説明いたします。まずは私がファイルメーカーを購入したのが2013年です。そこで入庫管理システムを開発しました。そして2015年から本格的な内製化支援のサポートを受けて、 導入したシステムが物流管理システムのフェーズワンです2016年物流管理システムのフェーズツーでは業務の見える化を推進していますここまでが2016年のファイルメーカーカンファレンスで発表いただいたシステムになります2017年には物流管理システムのフェーズ3の開発と私がアクセス PHPMySQL で開発してきたシステムをファイルメーカーでリプレース開発をしましたそして営業部門で利用が始まったのが2019年の発注統合システムの導入です2022年生産部門で利用されてきたレガシーシステムを一新いたしましたそしてライセンス数が 導入年度の契約ライセンス数になりますスタートしたときは1ライセンスだけでした弊社のライセンスの更新月が10月になりますがこの10月のタイミングで全社員がファイルメーカーを利用できる契約のサイトライセンスを170で契約いたしましたそれでは細かくシステムを見ていきましょうまずは2013年です ファイルメーカーで開発した最初のシステムになります。入庫管理システムです。物流センターの入庫を ipod touch を利用して処理します。このシステムが導入される前は伝票を記入して、その伝票をもとに事務担当者が機関システムに必要なデータを入力していました。そこで、このシステムで入庫した製品がデータとしてわかること。そして。 手書きの伝票をを削減すすることと目的に開発しまししままた作作り方てては100%内製で作っていますファイルメーカーでの開発は書籍や Web で学習していました今までの開発プラットフォームはアクセスや PHPMySQL のようにあまりコストが発生しない開発言語を選択してきましたしかし開発するためのライセンスコストが発生する ファイルメーカーに疑問を持つ人も少なくありませんでした。ファイルメーカーの可能性を広げたいという気持ちが強く、MacBook Pro、書籍や iPod Touch を自分で購入したときは勇気が必要でした。そして、効果として、伝票で年間139万円と、作業時間として年間133時間の削減になりました。この効果を得たことで、少しずつ理解をいただけるようになりました。 ここからが岩瀬さんから内製化支援のサポートを得ながらシステム開発を進めていきます。それでは、2015年の物流管理システムフェーズ1になります。この物流管理システムの詳細は先ほど紹介した2016年のファイルメーカーカンファレンスでご確認いただければと思いますが、これは導入当初のレイアウトになります。 作り方としかし開発スタートからスクリプトやレイアウトなどの閲覧に制限はなく自分がイメージしていたシステムを実際にどのように開発しているのかを見ることで非常に理解しやすかったと記憶しています効果としては伝票の削減で年間36万円と作業時間で年間476時間の削減になりました フェーズ1が想像以上にスムーズに移行できたことで、本来やりたかったことをフェーズ2で実現しようということになりました。それが2016年の物流管理システムフェーズ2になります。やりたかったことの一つ目は、業務の見える化です。仕事量が見えないことで予測ができず、その場の対応しかできていませんでした。本来であれば、製品の管理や、 棚卸しなどの業務にリソースを集中すべきレベルでしたそのため日々の業務や業務プロセスをこの看板で見える化しましたこれを導入したことで柔軟な対応が自主的にできるようになりましたそして2つ目は誤想です当時の検品は目視に頼っていたため誤送が多く発生していましたその検品を iPod Touch でシステマチックに処理できるようにしたこと、そして機械的に確認することで誤想を削減することができました。フェーズ2では全体像は岩瀬さんと共有して、主要な部分を開発していただきました。また、一部については内製で開発しました。それがこちらのマップです。製品が物流のどの場所に保管されているのかをマップで見ることができます。 その結果、ピッキング業務の独人化を廃止することができました。作り方としては、アウトソーシングが90%で、内製で10%ぐらいでした。継続的な学習から実装にリリースできる機能までブラッシュアップできたことが非常に印象に残っています。効果としては、年間2082時間の削減。1日8時間程度、ほぼ1人分の作業が削減でき、 本来すべき業務にリソースを注げる環境になりました。そして、システム導入後に誤相がゼロという見たことがない数字が出てきたことに、社内で盛り上がった記憶があります。また、フェーズ2を開発する前に、ファイルメーカーを開発プラットフォームに採用した理由や、2010年から開発してきたシステムの費用対効果や導入後のヒアリングのレポートの作成、そして、岩瀬さんには、 システムを内製化している弊社の現状を報告いただくレポートを提出いただきました。内製とアウトソーシングのハイブリッド開発では非常に速いスピードでシステム開発が進んでいきます。そこで状況を整理し、ステークホルダーに報告して理解をいただく必要が発生しました。いよいよ物流管理システムの集大成になります。弊社では在庫を持って受注を賜る在庫品や お客様の要望に応じた製品を開発し、納品させていただくオーダー品があります。しかし、ここまでの物流管理システムでは、主に在庫品をメインとしてデジタル化を実現していました。オーダー品の出荷業務は、過去に私が開発したシステムで稼働していましたが、2017年にファイルメーカーに統合し、弊社が理想とする物流管理システムが完成します。また、 基幹システムの会計データの入力では手入力が残っていたために、このタイミングでファイルメーカーと基幹システムを連携し、ルーティンワークの完全自動化を実現しています。これはフェーズ1で物流をコントロールするレイアウトをブラッシュアップしたものです。年間約6万件、1日で250件前後の出荷をコントロールしています。そのためによりコントロールしやすく、 かつデータを一元管理できるようにしましまた作り方としてはアウトソーシングが70%内製が30%ぐらいでしたこの頃になるとシステム設計や開発の分担でペアプログラミングの頻度が多くなったと記憶していますこのペアプログラミングが非常に学習効果が高くその結果私が実現したい機能やシステムを具体化できるようになっていきますまた フェイズ3に入る前の2016年、デジタルトランスフォーメーションを実現すべく、システムのたどり着く先を IT ロードマップとして作成し、そのプロジェクトの実現をステークホルダーに承認いただきました。しかしながら、経営体制の変更などにより、そのプロジェクトが停止となり、デジタル化に向けた雲行きが怪しくなってきた時代でもありました。しかし、 今まででで内製化支援をいただい,ていたてことににより一人でも開発できるスキルになっていましたそこで蓄積してきたデータの利活用を模索し地道ではありましたがユーザーや経営層が見たいデータをリアルタイムで見れるようにしたりビジュアル化で表現したりと蓄積したデータを利活用するとこんなことができますの見える化を進めてきたことでこのフェー l s 3にたどり着くことができました。 その結果、作業時間で1960時間の削減につながりました。今までは物流や生産部門の一部でファイルメーカーを利用してきました。しかし、営業部門でもファイルメーカーを利用できるようにした2019年、飛躍的にライセンス数が伸びました。それが発注統合システムになります。これは営業部門が利用するシステムのホームレイアウトです。 発注統合システムを導入するきっかけは、今まで構築してきた物流管理システムの受注データは、メールサーバーから送信されるメールの内容をファイルメーカーで解析してデータ化していました。しかし、メールサーバーの運用が不安定になったり、物流管理システムで蓄積しているデータが営業部門にフィードバックできないなど、プラットフォームが一元化されていないことの弊害も発生してきました。そのため、 システムの安定稼働とデータの利活用を目的にプラットフォームの統一をいたしましたこれは営業部門が発注した履歴を表示するレイアウトですこのレイアウトでは履歴データを検索することができますが JavaScript ベースのローコードライブラリーである Webix を利用してファイルメーカーだけでは実装が難しい機能もイワ a さんのご支援のもと 比較的スムーズに導入することができました。そして、この UI の機能はユーザーにも好評で多くの開発要望が発生しています。作り方としてはアウトソーシングは20%で内政が80%程度でした。岩田さんには物流管理システムとの整合性やローコードライブラリーのご支援をいただきました。このシステムでは 今までは生産部門で利用されていたファイルメーカーを営業部門に導入することに苦労しましたステークホルダー向けに生産部門で改善してきた物流管理システムなどの実績をアピールしましたが一定層が反対勢力になりましたしかし課題点を解決するための大概案や批判する根拠を建設的に話し合わなければ物事は進みませんその点で私たちには過去からのアドバンテージがあり そのアドバンテージを最大限活かすことで社内の業務プラットフォームをファイルメーカーで実現できる環境を得ることになりましたそして2022年生産工程のデジタル化へとつながりますこれは生産工程を見える化したレイアウトです各種検索条件をセットするとそれに対応した日別の計画と実績がグラフで表示されます 生産現場の予実管理といったところでしょうか。製品の種別、該当する工程、及び作業ロケーションで生産の今を把握することができます。これはツリー構造型のボムです。ボムとはビル・オブ・マテリアルで部品表や部品管理に該当します。これは設計ボムになります。ファイルメーカーの標準機能だけでは実現が難しい。 ツリー構造型で部品を管理しています将来的にはこのデータをもとに資材素用量計画に発展していく予定です作り方としてはアウトソーシングは10%で内政が90%程度といったところですレガシーシステムに起因した俗人化を解消したことそして資材素用量計画を見据えることができる環境が実現できましたここまで来ると ステークホルダーへの説明やその先の構想などの開発以外の業務が増え開発者のリソースが圧倒的に不足しますしかし社内スタッフの年齢層も若くなりその人たちの環境を整えることで結果としてユーザーを増やすことにつながりましたそしてそのような人たちが応援してくれて仲間になってくれたことが一番の効果になりますこのようにファイルメーカーの導入から9年 内政とアウトソーシングのハイブリッド開発を進めてから8年が経過しました。変える、変化させるということには、多かれ少なかれ抵抗勢力が生まれます。この抵抗勢力といかに付き合っていくか、もしくはいかにこの抵抗勢力に勝てる仲間を増やしていくか、これが非常に重要なのではないかと思っています。内政とアウトソーシングのハイブリッド開発では、 まずは自分が作りたいシステムを開発していただきファイルメーカーでどのように作るかを学べることまた自分が作りたいシステムのスクリプトやテーブルオカレンス ER 図などの関係性が共有できることそして疑問に思ったことがすぐ聞けることこのサイクルが素早く回ることでやりたいが実現できるそして昨日よりもちょっと良くなっていることを実感できたことが 私のスキルが飛躍的に伸びた要因だと分析しています。ちょっと良くなる未来を想像して、手を動かしてみるのも面白いかなと思います。それでは最後にまとめです。さて、駆け足で振り返ってきました、内製とアウトソーシングのハイブリッド開発ですが、内製はメリットだけではなく、デメリットもあります。その点をお伝えして、このセッションを終了とさせていただきます。 内製化のメリットとしては、スピード感です。開発者は社内の人間でありユーザーを知っているために開発途中のちょっとしたことや気づいたことをすぐにヒアリングができます逆にユーザーはやりたいことのフィードバックをすぐに開発者とコミュニケーションが取れますこれは人間関係が構築されている社内ならではの特徴ではないでしょうかしかし仲間には俗人化解消のため 効率化のためといってデジタル化をしましょうと私が旗を振っています。その私が俗人化真っただ中です。中小企業は人的資源をはじめとしたリソースが圧倒的に不足していると思います。そのためにある程度何かは俗人化せざるを得ないと考えています。これが個々の業務が俗人化しているのか、IT が俗人化しているのかという点です。 ではどちらに属人化を強要した方が企業にとってバリューがあるのでしょうかただし内製化はすべてを解決してくれる銀の弾丸ではありませんまた内製化の旗振り役である開発者の時間は圧倒的に不足します働き方改革と言われる世の中ですので万人に勧められるものでもありません理想だけを言えば大企業のようなシステム運用体制ですが それを実現できるリソースが中小企業にはありません過去に弊社は物流管理システムや生産管理システムの開発でベンダーさんにも見積もりをしていました物流管理システムだけで数千万円生産管理システムとなると数千万円から数億円といった見積もり金額でしたそのため導入を断念した経緯があります属人化を完璧に排除した システム運用体制を作ろうと思ったら、開発費用だけで数十倍以上になっていたと考えています。弊社では、IT の属人化を選択しました。8年前に始めた、内製とアウトソーシングのハイブリッド開発で、ターニングポイントになった6つのシステムだけで、直接的な金額や間接的な時間を金額に換算すると、少なく見積もっても、 5030万円以上の効果が生ままれていますしかしこのリスクを取らずに8年前に現状維持を選択していたらこの効果は得られませんでした内政とアウトソーシングのハイブリッド開発であれば開発ルールは共通しています常に設計レビューや技術アップデートを共有していますいざ私に何かあった時には岩瀬さんが引き継ぐことができる体制は 構築できています内政とアウトソーシングのハイブリッド開発では何に俗人化させるのかどこまでリスクが取れるのかが重要だと思います最後になりますが今年のキャッチフレーズはススキルを磨けばビジネスが輝くです私も個人がスキルを磨くことで最終的にはビジネスが輝くと思いますでもスキルを磨くことで 自分自身がまず輝くこと、その輝きが自信となり、ビジネスを輝かせることができれば、皆さんのバリューが無限になると思います。そして、ファイルメーカーには、皆さんのバリューを無限にする力があります。少しでも楽しく、幸せに働ける人が増えることを願って、このセッションを終了させていただきます。また、この後の Q&A セッションに参加いたします。 何かございましたらお気軽にお尋ねください。本日はご清聴いただきありがとうございました。